続いての質問です以前スカさんは人類,が人類は復活体でよみがえり、はいはい、その時は健康な理想的な肉体で復活すると言っていましたではマイケル・ジャクソンは、はい、成形前の元の低い花 <laughs>、はい、褐色のお肌でよみがえるのですか、うんうん、春の愛は性転換手術前の男の姿になるのですか。 巨人ネフィルムは普通サイズで復活するのですかという質問ですあのー、だからざっくり言っちゃうとそのままの元の状態ですよ、うん、ただ構成しているものが変わるのでね、うん、だから結果的には不死不滅の体になっていくんですがそれでもあの無段階もう本当に細かなえ段階に分かれると、うんうん、いうことになりますでえー 例えば男性が女性になって逆に女性が男性からの手術をしても結局元の霊体というのは中性じゃないんですね、はい、分かれてるんですよ<っ>あの霊魂も男は男としての霊を持ってますから、うん、結果的にそこにあの、まあ、いわゆる神の粒子というのかなそれが付着しますからだすよだからな手術に返しても無駄なんです。 うん、<ー>でもっと言うとあの最高のレベルのものでないと増えないんです人があどういうことかというと子孫を作れない。な、はあはい、ら月星あっ星月日ってあったらこの太陽の日の栄光の中の特に3段階あるんですかそ一番上でないとあのいわゆる増やせないんです。うん だから正規、うん、そのものがどうなるかわからない、うん、そういうことなんですよ、はい、だからこれはもう僕でも予測がつかないし、えー、そういう能力というのを上映えた状態で復活するのかもしれないし、うん、要は増えないんです増えるのはごくごく正しい行いをした人だけできなくなるんですねだけどそれでも今の地上よりも 楽園なんですよ。そうですか。うん。<ー>ででも考えてみたら考えてみたらそういうことなんですけど、例えばあのお年寄り見たらわかるんだけど、生殖能力がないですよね。えー、だけど不幸ですか。えー、安定してるでしょ。はい、ま,まあまあわかりやすく言えばそういうことも例として挙げられるし、あの性能力がない子供たち、うん、不幸ですか。 いやそういうことなんだよ。